everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ってことでね、2020年もですね、3泊4日で沖縄旅行に行ってまいりまして、ただいま帰ってまいりました。はい、このねステューシーの帽子もね、沖縄県でゲットしたんですけども、今回はですね GoTo トラベルというね、まあ、国が、ね、企画している、まあ、キャンペーンでね行くことができたんですけども、今年はねコロナウイルスがねもう蔓延しているってことで、まあ、旅行どうしようかなっていうふうにも思っていたんですね。ただねせっかくねこうお休みもねいただくことができましたし、まあ、旅行行くっていうのもね1年にね1回か2回ぐらいしかできないので、やはり旅行には行って日頃のねこうストレスやら体の疲れやらを取りに行きたいということでね、まあ、計画はしました。で今回ね計画するにあたり、まあ、GoToトラベルってことでね、まあいろいろ支援が出るってことで、まあ検索している時に、まあ、群馬県の草津温泉とか神奈川県の箱根とかね熱海とかねその辺で探していたんですね。あとまあ京都とかねその辺で探してたんですけども、まあ値段的に、まあ、京都や、草津温泉とか、まあ、箱根に、まあ、1泊とか2泊するよりも沖縄県に3泊行くっていうのがね非常にお得なねなんか組まれ方をしてました。まあそれは僕のねたまたま見てた J トリップっていうサイトだとそうだったっていうだけで、まあその調べるサイトとかによって違うのかとかちょっとそこまで分かんないんですけど、とにかく沖縄県が僕が探した時は3泊でかなりねお安く行けるっていうようなねキャンペーンでした。で1万5000ポイントのねポイントがついて、まあそのポイントが使えるお土産屋さんとか飲食店ではそのねポイントが利用できるよってことでね、このステューシーもですねあのたまたま、国際通りのね近くに浮島通りっていうところにステューシーがあるんですけども、そこでポイントを使えることができて購入、ね、することができました。お安くね、行くことができたということで、今回はね沖縄県に行ってまいりました。で、でお土産をねいくつか買ってきたんで紹介したいと思います。これはね島唐辛子エビせんべい、定番のねエビせんですね、これとか、あとはまあチンスコですね。じゃあチンスコ、まあ、プレーンと、まあ、紅芋のねチンスコを買ってまいりました。で、今回ね、がっつり紹介していきたいのがですね、まずはこちら釘屋、釘屋さんのバームクーヘンを買ってまいりました。はい、これはね、非常にねなかなか人気のあるお店で、まあ、僕も食べたことはないんですけど、お土産でね以前に親戚類にね配ったことはあるんですけども、実際に自分では食べたことなくて今回買うことができたので、こちらをね、今日紹介したいなと思います。あともう一つはこちら、ここにね35って書いてありますけども、これは35コーヒーというね、名前のコーヒーです。はい、35っていうとねなんかなと思うんですけど、これね35っていうね語呂合わせのようになってます。はい、35、ここにねサンゴローストって書いてあるんですけども、これはまあサンゴに関係あるねコーヒーですね。はい、で、まあ沖縄県といえばね海がとても綺麗ですよね。それはサンゴがあるので、まあ海が綺麗というふうに言われてるんですけども、そのねサンゴがまあ世界各地、日本を含め沖縄をも含めね、だんだんサンゴが減ってきているっていうような状態で、まあ、そのねサンゴを守っていきましょうっていう人たちがね立ち上がって作っているようなコーヒーなんですね、これは。はい、でサンゴ焙煎というね焙煎の仕方をして作った、コーヒーで、これはね沖縄県でしか作ることができないコーヒーなんです。はい、で後ろ側にねちょっと説明が書いてあるんで読みますと、サンゴ焙煎とは風化した骨格サンゴを200度以上まで温めてコーヒー木豆を焙煎します。また沖縄のサンゴ（かっこ死んだ骨格サンゴもです）は県の漁業法にて県外への持ち出しが禁止されています。その結果サンゴ焙煎コーヒーは沖縄でしか作ることができない沖縄限定のコーヒーですってことなんですね。まあね、サンゴを焙煎する、まあ、死んだ骨格サンゴも使用するんですけども、漁業法でね、まあ、サンゴは、
まあ、県外に持ち出すことはできないということで、まあ、沖縄のサンゴを使用してね、うん、焙煎してるコーヒーなんですけども、こちらは沖縄限定のコーヒーということになってるんですね。はい。で、まあ、インターネットでね、Amazon とかで購入することはできるので、まあ、ネットショップなどを使ってね、購入することはできるんで、まあ、沖縄県外の人も沖縄に行かなくても購入することはできます。はい。で、今日はね、これをどんなコーヒーなのかっていうことでね、飲んでみたいと思います。はい、今ね、35コーヒーをちょっと開けてみたんですけど、これ見えるかな？こういうね、感じです。こういう感じ。で、まあ、ちょっと濃いめのねコーヒーというかで、気のせいかもわかんないけど、なんかちょっと海の匂いがするような気はしますね。まあ、完全に僕の気のせいだと思うんですけど、はい、おすすめのね粉の分量1杯分なんですけど、ホットコーヒーで 5g、 アイスコーヒーで 10g っていうふうに書いてあります。今ちょっとね嫁さんの分と2杯分入れるんで、で大体ねスプーン2杯で 5g になるんで、大体ね、まあ大きさにもよりますけど、うちのスプーンでねこれを4杯入れていきます。よし、はい、じゃあお湯を入れていくぞ。でね、僕が行ったお店はね、那覇空港のお土産屋さんだったんだけど、このドリップ式と、あとティーパックになっている、ね、ティーパックにコーヒーの粉が入っているものが売ってました。インスタントっていうのはね、ちょっと売ってなかったですね。なので、このドリップ式を買ったんですけども、ドリップしていこうと思います。それではね、35コーヒー、サンゴコーヒーですね、飲んでみたいと思います。いただきます。うん、あ、美味しいですね。うん、あんま濃くはない、なんかアメリカンコーヒーっていう感じですかね。あんまね、ちょっと僕ドリップの仕方があんま上手じゃないんでね、あれなんですけども、うん、なかなか風味があって、そんな苦味もないですね。酸っぱみも苦味もそんな感じないな。うん、あ、飲みやすいコーヒーかな。うん、あんまり苦いコーヒーが苦手な人も飲みやすいかなっていうようなコーヒーですね。はい。で、このね、35コーヒーはどこで手に入るかっていうと、さっきも言ったんですけど、まあ Amazon やネットショップでもね、まあネットショップっていうか Amazon で買えるかな、楽天はあるのかちょっと見てないんですけど、さっき調べたら Amazon で売ってました。はい。で、なんかネットショップみたいなのを構えてるわけではなさそうですね。はい。インターネットにこの35コーヒーのページはあるんですけど、そこから買えるとかっていう感じではなさそうだった。ちょっとまだ僕の調べが浅いのかもしれないですけど、このコーヒーが買える場所、インターネット以外の場所では、まずユイレールの首里駅構内、それからおもろ町駅構内、旭橋駅構内から空港駅構内、それから、まあ、国際通りにあるドン・キホーテで買えます。それから僕が買ったのは那覇空港のお土産屋です。はい。それからさっきも何度も言ってますが、 Amazon でも買えますよっていう感じですね。だいたいお土産屋が多いみたいですね。お土産屋の中にこうポンと置いてあるような感じです。はい、はい。というわけで、サンゴをね育てる35コーヒー、皆さん買って飲んでみてはいかがでしょうか。ってことで、続いてはバンクーヘン行ってみましょう。
はい、それではね、フクギアさんのバームクーヘン、これ黒糖味のね、あのガジュマルというね、ネーミングされたバームなんですけど、ちょっと食べてみます。どうでしょう。お、結構硬いね。いただきます。このね、バームの周りのね、この周りがちょっとカリカリ、黒糖のね、カリカリした感じ。ちょっとごめんなさい、手で食べちゃうんだけど、黒糖ですね。で、このバームの部分ねはね、なんかふわふわしてて、あまりしっとりさはないんだけど、しっかりね味がついていて美味しいです。で、さっきのサンゴコーヒーと一緒にね、食べると、あ、より美味しいです。うん、これ相性抜群。相性バッチリ。ね、これ、フクギアがお届けする、ね、ここ書いてあるんですけど、ね、幸せを呼ぶバウム、ね。美味しい幸せの輪が広がりますようにってことね。幸せを呼ぶバウムです。はい。まさに幸せを呼びます。フクギアの、真心といたしまして、バームクーヘン専門店で沖縄に誕生しました。沖縄の大地と海が育んだよりすぐりの食材、黒糖、塩、蜂蜜、卵をふんだんに使った生地を20層以上も丁寧に焼き重ねた手作りバームクーヘンをフクギアがお届けします。バームはドイツ語で木の年輪のこと。1層ずつ丹念に生地を焼き重ねていくと、歳月を積み重ねた年輪のように菓子職人の真心も積もっていきます。というね、幸せを呼ぶねバームなんですよ。はい、フクギアさん、フクギアさんはね、まず場所はね、国際通りにあります。国際通り、それから空港にもあります。那覇空港にもあります。はい、今回買ったのは那覇空港で購入しました。それからチャタンね、沖縄のチャタンのアメリカンビレッジというね、あのショッピングセンターというか、ショッピングモールというかね、おしゃれな感じのね、アメビレっていうところがあるんですけども、そこにはフクギアカフェというね、カフェを構えているそうです。僕もね、ちょっとアメビレには何度か行ったことあるんですけど、フクギアカフェには行ったことないので、今度行ってみようかなっていうふうに思ってます。はい、でね、フクギアさんのバームクーヘンには何種類かね、種類があって、今回僕が買ったこのガジュマルっていうのは、常温でね、サクッとしっかりバームっていう感じで、サクッともっちりね、なんかあんまこうしっとりした感じはないんですけどね、そういう感じの、まずガジュマルっていうねものがあります。それからね、フクギという言われるふわっとしっとりバームね、温めふわっとしっとりバームって書いてありますね。これレンジで温めるといいみたいですね。そういった、フクギというねものがあります。それからこれ紅の木ってものかな、ね、紅芋のね、紅ですね、紅の木、上品な美味しさバウムアイス。これはね、しっとり冷蔵、滑らか冷凍って書いてあるんで、冷やしてね食べるね、あのバウムですね。これも美味しそうですね。なので、こうね、何種類かね、味もあるので、そういったところもね、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。あとは、フクギアのクリームバーム、これちょっと気になったんだよな。那覇空港限定なんですけど、見えますかね、写真。こういうね、中にクリームが入ってる、これうまそうだな、ね、これ那覇空港限定のバームクー、フクギアのバームクー、これはねクリームバームですね。はい、ということで、フクギアのクリームバームというねものもあります。これ那覇空港のね、国内線のね乗り場の2階にありますんで、ぜひね行ってみてはいかがでしょうか。その他にもね、お芋とかココロンとかクロマールとかね、なんかいろんなね種類の、ね、お菓子を出しているお店なので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、ね、今回はね、サンゴを育てるサンゴコーヒー、このねサンゴコーヒーを一杯このように飲むことによって、沖縄のね海のねサンゴがね、また戻ってくるというかね、復活してって、また綺麗な海がねできていくよっていうようなプロジェクトのもと作られているこのサンゴコーヒー、
そうですね、福木屋さん、ね、幸せを呼ぶバームクーヘン、福木屋さんのバームクーヘンを紹介させていただきましたということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。で、沖縄動画ね、いろいろ写真やら動画やら撮ってきたんで、いろいろ編集してね、また YouTube でお届けできたらいいなというふうに思ってます。それではまたお会いしましょう。バイバイ、ピース。これコーヒーと合う。グッド。グッド。奥さんも美味しいって言ってます。ピース。